これより試合再開です。三重ファイアワード、今度は画面向かって左から右に攻める格好で自陣43ヤードからサードダウン15の状況に挑みます。QB サーク、クォーターバック9番、今度はアイフォーメーションからドロップバックでパスを投じようとしましたが、これもエールズ59番が察知しまして QB サーク、さらにロスを奪っています。エールズ59番の肌、素晴らしい活躍でチームを鼓舞しています。龍谷大学出身、三重フォースダウンでパントフォーメーションを選択しました。エールズリターンに入りますが、これは三重がカバー勝利。エールズ陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代です。三重がまず攻撃権更新を図れるパスによりまして陣地を押し返しましたが、しかし攻守交代となりました。エールズ自陣39ヤードからの攻撃となります。エールズファーストダウン10、ここでランニングバックのランプレーで突破を図りました。ランニングバック34番と続けて左オープン展開しましたが、しかしこれは三重のディフェンス集まりよくノーゲインとなっています。エールズ自陣39ヤードからセカンドダウン10、ナイスラーファーストダウン、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの判定を待ちましょう。ディフェンスの反則です。ビローザウエスト、腰から下へのヒットをしました。近年はこの腰から下へのブロック、あるいはタックル、ヒットといったものは危険な要素として反則に定義されています。実施できるエリアには制限があり、このエリア以外で行った場合には反則になります。この結果、反則発生地点から15ヤードの罰則、従いましてエールズ大きく前進してファーストダウンとなります。エールズファーストダウンを獲得しました。エールズ相手陣33ヤードからファーストダウン10、
ここでランニングバックスイープ中央突破のランプレーを展開しようとしましたが、キャリア34番足を滑らせ約3ヤードロスにしてしまいました。X リーグのルール、国内のアメリカンフットボールのルールではアメリカカレッジルールと同じく、ボールを持った選手が自らの故意で倒れた場合でもそこでプレー終了となります。失礼しました、画面見失いましたが、エールズファースター、ここでエールズランニングバックの、ここでハンドオフオプション、クォーターバックが持つかランニングバックに手渡すかの選択プレーをしました。クォーターバック、ここでは自らキープを図りまして攻撃権更新です。エールズファースター、見事な判断で攻撃権更新としましたのはエールズクォーターバック4番信弘、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。エールズ相手陣20ヤードからファーストダウン10。これは見え、ナイスディフェンス。今度はランニングバック34番に託し中央突破を図りましたが、これを見え83番がロスタックル、約3ヤードのロスを奪っています。見事なタックル決めましたのは見えファイヤーバード83番の清水、富山大学出身。エールズセカンドダウン13の状況に入ります。ラニバック34番トスを受け左オープンを展開、タックル受けながら前進図りましたが、しかしゲイン2ヤードとなっています。三重ディフェンス陣が奮闘しております。キャリアの34番はエールズ八木、近畿大学出身です。ここでエールズ前半1回目のタイムアウトを取りました。現在はエールズが前半1回目のタイムアウトを取った状態になっています。双方ともディフェンス陣の奮闘が目立ち、両方とも未だに得点に至っておりません。しかしエールズが相手陣21ヤードの状況に攻め入ったところに今状況はあります。シチュエーションはサードダウン11、攻撃権更新なるでしょうか。逆に三重はこれをしのぎ、また再び反撃に出るでしょうか。タイムアウトを解けます。エールズ相手陣21ヤードからサードダウン11。クォーターバック4番プレーアクションからパスを投じました。しかしこれをエールズ16番が見事にパスカット、パス不成功としました。素晴らしいパスカットを見せたのは三重ファイヤーバード16番の下手、鳥取大学出身。これによりエールズフォースダウンと変わります。エールズここでフォースダウン重視でフィールドゴールトライに挑みます。キックレングス40ヤード。さあこの38ヤードフィールドゴールは決まりまして、
フィードガード成功、3点獲得。これにより均衡が崩れました。リードエフォードエールズ3点、三重ファイヤーバード0点。エールズここで38ヤードのフィールドゴールを決め、まず先制となります3点を挙げました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、ゴールポストにプレスキックを蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点。タッチダウンはその後にもう1プレーあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点となります。これと自殺点の2点を加え、2点、3点、6点、7点、8点の得点方法、この足し算の組み合わせで試合が構成されています。そして先ほど得点を挙げたエールズのキックオフで試合再開です。このリターンは三重陣32ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から三重の攻撃に変わります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。従いまして必然的に得点をされた側が次の攻撃を得やすい状況になります。これにより三重ファイヤーバード自陣32ヤードからの攻撃に入ります。三重ファイヤーバードファーストダウン10。パス成功。クォーターバック9番、ワイドレシーバー32番にパス、内側に切れ込んで32番、見事にキャッチし約5ヤードのゲインとしています。クォーターバック9番は日光、ワイドレシーバー32番は久保、このコンビが今日も活躍しています。三重セカンドダウン5。さあ今度はランプレー、ランニングバック16番ハンドオフを受けて左オフタクルをつきましたが、このランプレーノーゲイン、サーダウンに変わります。三重ファイバード自陣37ヤードからサードダウン5。パス不成功。ここでクォーターバック日光、ワイドレシーバー32番久保にパスを投じましたが、久保これをキャッチできずパス不成功となりました。フォースダウンに変わります。三重ここで前半2回目のタイムアウトを使います。状況は三重フォースダウン5の状況ですが、果たしてこのフォースダウンのシチュエーション、どのようなこうプレーを展開しようとしているのでしょうか。三重前半2回目のタイムアウトが解けました。ボールオンは三重陣37ヤードで三重フォースダウン5。プレーをします。三重フォースダウンギャンブル、5ヤード獲得しないと攻守交代になります。ここで前半3回目のタイムアウトを取りました。三重ここはハードカウント、いわゆる相手の反則を誘発するプレーコールを選択し、
相手にミスを誘発しようとしましたが、エールズこれに乗りませんでした。これを判断し、三重ここであえて前半最後のタイムアウトを使い切りました。三重フォースダウンファイブ、パントフォーメーションに切り替えます。このパントはエールズフェアキャッチ、リターンをしませんでした。この結果エールズ自陣34ヤード付近からの攻撃に変わります。攻守変わりましてエールズの攻撃になります。エールズ自陣34ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランプレー、このランプレーは密集点つきまして約7ヤードのゲインとしています。ランニングバックは34番は八木、近畿大学出身のプレイヤーです。エールズ自陣41ヤードからセカンドダウン3。さあまだ行きます。ナイスラン、ファースター。クォーターバック4番、オプションフェイクから自らキープ、中央突破しまして一気に攻撃権更新としました。エールズファーストダウン獲得です。素晴らしいランをしましたクォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。エールズ相手陣36ヤードからファーストダウン10。クォーターバック4番、オプションプレーから再びキープ、右オフタックル付近をついて約3ヤードのゲインとしています。エールズ相手陣33ヤードからセカンドダウン7。クォーターバック4番、パスを投じようとしスクランブル、右オープン駆け上がり約5ヤードのゲインとしています。エールズ相手陣27ヤードからサードダウン2。タッチダウン！ここでエールズランニングバック34番にハンドオフ、これに応え34番一気に独走、エンドゾーン駆け抜けてタッチダウン。エールズ6点獲得。
見事タチアンしましたのはエールズ34番の八木でした。さあこのキック決まりましたが、しかし失礼しました、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。先ほどのキック失敗でしたが、この時に三重ファイヤーバードに背後からの不正なヒットがありました。アメリカンフットボールのヒットはボールキャリアに対してはどの位置からでも構いませんが、ボールを持っていない選手には正面からしか基本的にはしてはいけません。背後からのブロック、タックルはいずれも反則になります。危険な行為として、このキックオフ、罰則は15ヤードですが、この罰則はキックオフの開始地点で反映させます。従いましてエールズハーフウェイからのキックオフとなります。三重リターンに入ります。しかし相手のラッシュが早い状況にありましたので、自陣15ヤード付近で外へ出ました。この位置から三重攻撃に入ります。三重ファイヤーバード自陣15ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック9番、ワイドレシーバー80番にパスを通しまして攻撃権更新です。三重ファイヤーワードファースター、パスを取りましたワイドレシーバー80番は桐山、大阪市立大学出身のプレイヤーです。三重ファイヤーワード自陣27ヤードからファーストダウン10。再びワイドレシーバー80番にパスを通しまして約3ヤードのゲインです。中で倒れたため時計は回ります。三重自陣31ヤードからセカンドダウン7。パス不成功。クォーターバック9番、ここでロングパスを投じましたが、このパスは不成功でした。ここで前半の時間がなくなりました。前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、リードフォートエールズ10点、三重ファイヤーバード0点となりました。